問題50。短期入所生活介護について正しいものはどれか2つ選べ。という問題で、まず1番。利用者20名未満の併設型の事業所の場合、介護職員は非常勤でも良い。利用者20名未満の併設型の事業所の場合、介護職員は非常勤でも良い。というふうにありますが、これはその通りで丸になります。ちょっとレベルが高かったかなという感じもあるんですけれども、 まあ通常、ショートステイですね。短期入所生活介護っていうのは、まあ、介護職員、看護職員っていうのはですね、利用者3名につき1人必要となっています。利用者3名につき1人必要ということですね。なので、まあ12名とかだったら、まあ4名は必要ということですね。で、そのうちの1人は常勤でなくてはならないという決まりがあります。そのうちの1人、職員の中の1人は常勤でなくてはならないという決まりがあるんですが、ただ,ただし、正しがきでですね、 え、利用者20名未満の併設型の場合はその限りではないという、まあこういうような正し書きがあるわけなんですね。なので、この説問にあるように、利用者20名未満の併設型の事業所の場合であれば、まあ必ずしも条勤でなくても良いということですね。条勤でもいいんですけど、非常勤でも良いということになります。ということで、この説問の位置は丸ということになりますね。ちなみにあの、ショートステージの事業所っていうのは、まあ併設型っていうものと、まあ単独型。 っていうものと、あのー、空床利用型っていうのがありますね。こ3つタイプがあります。まあ、その単独型っていうのはそのもの1つで存在するというタイプのものですね。で、併設型っていうのは特用であるとか、なんかそういうような事業所の横に併設されているタイプっていうことですね。で、空床利用型っていうのも同じくですね、特用なんかの空きベッドを利用するっていう感じのものですね。こういうふうに3タイプあります。これもちょっと押さえておくといいですね。で、その次2番、すべての利用者について、 短期入所生活介護計画を作成しなければならない。すべての利用者について、短期入所生活介護計画を作成しなければならない。というふうにありますが、これは誤りです。ショートステイ計画を作成しなきゃいけないのは、連続4日以上利用する人に対してだけになります。連続4日以上利用する利用者さんに対して、ショートステイ計画というのは作成するわけですね。ということで2番はこれは誤り。で、その次3番。 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。というふうにありますが、これは誤りです。居宅介護支援事業所のケアマネさんが立てるんじゃなくて、この短期入所生活介護事業所の管理者が作成するということになっています。この事業所の管理者さんが作成するということですね。 ま、実際のところは、その計画の取りまとめっていうのは、その事業所のケアマネさんなんかがやっても OK なんですけれども、まあ、短期入所生活介護事業所のケアマネさんですね。まあ、例えばこれが特養なんかだったとすれば、その特養の中にいるケアマネさんとかですね、こういうような人が取りまとめをして OK なんですけれども、一応作成義務があるのは、これは責任者であるところの管理者ということになりますので、え、作成者は、計画作成者は管理者ということになります。では、その次4番。 災害等のやむを得ない事情がある場合には、利用定員を超えた短期入所生活介護が認められる。災害等のやむを得ない事情がある場合には、利用定員を超えた短期入所生活介護が認められる。というふうにありますが、これはその通りで丸ですね。普段は当然ながら、その定員というのを守る必要というのがあるわけなんですけれども、 転イオーバーをしてまでですね、使っていいということはないんですけれども、まあ震災等ですよね。災害等なんかの時は、まあ話は別ということですね。そういった決まりよりも、まあその命であるとか健康であるとか、そういったものを優先しなくてはいけないですもんね。なので、まあ点オーバーして使ってもいいと。西洋室なんかも使ってもいいというふうになっているわけですね。ということで、4番はこれはその通り丸であると。で、その次5番。緊急短期入所受入れ課さんと、 認知症行動心理症状緊急対応加算は同時に算定できる。緊急短期入所受入れ加算と認知症行動心理症状緊急対応加算は同時に算定できる。というふうにありますが、これは誤りになります。緊急短期入所受入れ加算っていうのは、まあ、その名前の通りですね、もともと予定にはなかった衝突性というものを緊急で受け入れるということですね。 まあ、利用者さんの容態が変わったとか、まあ家族の、介護してる家族の、まあ観光葬祭なんかがあったとかですね、その家族が入院したとかでどうしても、あの家では見れないという場合に、まあ緊急でショートステイを使うことがあるわけですね。えー、このケアマネさんなんかがいら、から依頼が入ってですね、緊急でショートステイを受け入れることがあるわけですけど、まあそういった場合というのはですね、緊急で受け入れてくれるということですから、まあある一定の評価というのが認められているわけですね。これが緊急短期入所受け入れ加算というものになります。7日を限度に算定可能となっています。 で認知症行動心理症状緊急対応加算っていうのは、これは何ですかと言ったら、これは BPSD ですね。認知症の BPSD、周辺症状。 ま、これが著しいという場合でですね、ま、家族さんが家で、それ対応するのは難しいという場合にですね、ま、緊急でショートステイを利用する場合があるわけですね。この場合というのも受け入れたら、これは評価が認められているわけです。これも7日を限度に、算定が可能ということになっているわけですね。なので、この緊急短期入所受け入れ加算と認知症行動心理症状緊急対応加算っていうのは、ま、似てるわけですね。緊急でショートステイを受け入れた場合に7日を限度に算定できると。で、緊急短期入所受け入れ加算の方は特に理由は決まっていないと。 で認知症行動心理症状緊急対応加算の方は、これは、あの、認知症の BPSD が著しいということですね。これが原因ということがはっきりしているということで。まあ、似ているんですけれども、まあ、原因がはっきりしているものと、はっきりしていないものと、こういうふうな違いがあるわけですね。で、これは似た性質のものになりますから、まあ、同時算定というのはできないということになっているわけですね。ということで、5番はこれは誤りということになりまして、短期入所生活介護について問うているこの問題の正解は、1と4の2つが正解値となります。繰り返します。1番。 利用者20名未満の併設型の事業所の場合、介護職員は非常勤でも良い。4番、災害等のやむを得ない事情がある場合には、利用定員を超えた短期入所生活介護が認められる。この2つが正解となります。解説は以上です。